おはようございます。というわけで、まあ多分こっちが先上がってそうだけど、バイオレット EX、 こちらもね、あの追加で2箱あの確保してる分がありましたんで、こちらを開封していこうと思う。まあこっちはとりあえずミライドンとあとミモザとかその辺出てくれたら嬉しいですね。はい、じゃあバイオレット、まずは1箱目っすね。とりあえず最低条件、ミライドンかな。ミライドン EX はちょっと欲しい。あと、トレーナーズだとなんだっけ？あと、まあ、ハイパーボールとかもね、なんやかんや、あの、旧レギュのやつ使いたくないんで、はい、その辺が来てくれると、嬉しいんだが、あと、スペシャルアトレアを見てみたい。どうだ？この辺は、ジバコイル EX。あ、そう、雷の EX2 種類あるんですよね。ここは？はい、不思議な目。まあ、ちょっとカードのテキストなんかについては、もうなんか一切触れないんで、はい。まあまあまあ、そういう動画じゃないというのは、あの、ご了承くださいませ。関係ないけどさ、スカバイシリーズのなんかテーマの一つがさ、なんか逆転要素らしいじゃん。なんかそういう意味ではまあ、とりあえず今回なんだっけ、まあ、元気ハチマキとか出たけど、今後そういうカードまあなんか出そうですよね。リセットストンプはさすがに来ないだろうけど、なんかカウンターエネルギーみたいな、カウンターキャッチャーとか、あとカウンターゲインとか、あの辺のカード結構来そうじゃないですか。気のせいかな。あとはなんだろうな、でもやっぱなんか、N とかはなんか来てもおかしくなそうだけど、まあしばらく通じがあるからないかな。お、なんか SR の枠だ。ちょっとドキドキしてきた。やめて、やめて。きつい。あの、ちょっとトラウマあるんで俺今。ごめんなさい。心的外傷後なんとかみたいな病気発症してるんで今。サポの SR なってくるよ。ちょっと一旦確認するわ。ドキドキしてくるなぁ。ひりつくなぁ。あ、サポの SR だ。アザス。ミモザ、アザス。バイオレットだね。ミモザ、アザス、ミモザ、アザス。まあいいか。まあまあまあいいわ。まあオッケー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 。まあまあ、まだまだいいっすよ。まだいいっすよ。はい。4分の1なんでね。まあそうそう当たんねえよ。あとあれなんですよ。はい。SR2 枚箱とかもね、あるんで。はい。まあ、ちなみにペパーに関してはね、まあなんかその、まあ当然なんかさ、なんか世間一般的な評価からして、まあ多分ここの SR 枠はミモザの方がいいんだけど、あのペパーに関してはまあ単純にスカバイのストーリーやってると、なんかめちゃくちゃ好きになるんで。はい、そういう意味では、まあまあまあ、ちょっと良きかなっていう。このパーモットね、なんか電気押して自分のポケモンにつけれるかと思ったら、こいつ自身なんですね。あ、てかさ、この、ここ変えてもあんのか。なるほどね。はいはいはい。で、落とし鳥はなんか見覚えがあって、まあ、あとこの辺は、はい、名前ですね。後半。まあ、ちょっと、もう一枚 SR 出しますわ。ほら、対戦よろしくお願いします、後半戦。まあ、言うでまた一箱目なんだよね。一応もう一箱あるっていう、若干心の余裕ある。まあ、徐々になくなってくるんですけど。ここは EX が1枚かな。あ、ワナイド EX なんかまだ見てなかったな。こいつね、なんかリーフィア VMAX は結構、そこそこ強そうですけどね、リーフィア。なんかワナイド EX3 匹立てれば、まあ、草結びが2ゲーム2のポケモンに対しては、300ダメージ。2ゲーム3だったら36とか出るからね。リーフィア VMAX こそなんか、結構打点の振れ幅が大きいから、まあ、元気足巻きみたいなカード結構重要になりそうですね。うい。さあ行こう。これはテラスタルっぽいかな。そうっすね。はいはいはい。ちょっとまだこの節になれない。あ、クレフィーっすね。クレフィーなんか意外となんか出づらいっぽいんで。こいつは、ポーチ。どこだ。あ、取りゃね。レブルシティ、まあどうでもよく。で、ウィンディ X か。そっか、テラスタルはウィンディとギャラドスしかないから、なんかこの節が見えたら確定なのかな。今回は。そうっすね。はい、ハカドック。ソテン8じゃんの偉いよね、こいつ。ソテンなんか30ぐらいかと思ったらさ。前半ってか、1箱目、ラスト5バック。あと、まあ、EX4 出てて、SR 出てるから、まあ、何もなさそうではあるが、やべ、カードちょっとなんか負けちゃった。何もなさそうではあるが、どうすかね。あ、綺麗に EX があと1枚ありましたね。はい、鉄の輪立ち EX。まあまあまあ、いいかな。とりあえずペパーなら耐えてるかな、ぐらいなのに。あ、じゃあ、アトリアあったわ。スコビランもアトリアあるんですね。これは知らなかったわ。続き、行くぜ。じゃあ、行きます。俺も5パックずつぐらいかな。よいしょと。さあ、行きましょう。スペシャルアトリアちょっと見てみたいな。どうすかね。これはどっちだ？ちょっと待って。なんか、スペシャルアトレアっぽいやつ見えたわ。ちょっと待って。なんだこれ。これのスペシャルアトレアだと何があるんだ？ワナイダー。ワナイダー、ミライドン、鉄の輪立ちだっけ？なんすかね。ちょっと怖いんだけど。緊張してくる。え、これなんかスペシャルアトっぽい縁ではあるんですよね。通常ポケモン V、ポケモン EX ではない気がする。どこだ？ちょっとごめんね。縁だけちょっと我慢できなくて見ちゃったんだけど。ここかな？
どっちだ、ちょっとこれどっちだ、え、怖いんだけど、あ、これこの光り方スペシャルアートレアなんですよ。あー、まあ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 、まあ、鉄の足立 EX ね、はい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 、悪くないじゃないですか。うん、これはいいんじゃないか、スペシャルアートレアだからね。はいはい、あ、でも綺麗ですね。なんかこれどこだ、あー、これはあれですね、なんか砂漠エリアのとこっすよね多分。うん、まあ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 、まあ、はあ、はあ、怖いって、悪くない悪くない、全然悪くないっすね、最高で、ここで、こんなしょっぱな、ああ、未来のいいじゃないっすか、いいじゃないっすか、未来の、こんなしょっぱなで出るっちゅうことはよ、こんなしょっぱなで出るっちゅうことは、まあもう一枚期待してもいいんですよね、井上さんというお話になるわけですわ。はーい。まあでも意外としょっぱな出た時に限ってなんかあんま出ないんだよな、2枚目って。意外となんかさ、終盤の結構追い詰められた時に、うわー、1枚目に変なの出ちゃった、つったら一番最後に入ってたりするもんなんですよね。はい、まあ続説です。出るときは出るし、出ないときは出ないです。まあやっぱ5パックずつ開けるとなんかさっさと終わるな。鉄の輪だち。まあ今出たのがこれの、まあ一番レアリティいいやつですね。アートレア1個ぐらい出んのかな、どうでしょう、出ないかな、はい、出ない。ほな、また5パックいきますか。よいしょ。さあどうだ、チラ。ここはなんもなさそうっすね。全部レアかな。博士の研究。この博士の研究、オーリムとフテのレアがちょっと何枚か出てほしいんですよね。全然、ね、多分。こっち使いたいんで、あのマグノリアとかまあ使えるけどさ、なんかめんどくさいんで、もう全部 D のやつにまとめて片付けちゃったんですよね。あ、マフィティフの、あ、これいいっすね。ペパーの足元あんのいいじゃん。非常に、うん。なんかイラスト、アドかなりでかそう。この夜空こっちか。はい、あと10パック。いきます。でもミライドン出てるんだよな、もう。なんか、あとなんか欲しいのありますみたいなノリではある。これ、テラスタルじゃん。うん。なんかもうあと欲しいのありますみたいな話ではあるんですよね。ジバコ、テーブル、エレキ、ウィンディエックス。なんかテラスタルなんか箱1確定ぐらいのノリでなんか入ってるけど、箱1確定なのかな、出なかったのかあんのかな。はい、ラスト5パック。なんか奇跡起こんないですかね。奇跡発見アンビリーバーを押したいんだけど。いいよ。さあどうだ、チラ。ん、あ、アトリアか。見事に何もない。まあまあ、スペシャルアトリア鉄の輪立ち。ここミライドンだったらね、かなり強かったんですけど。まあ悪かはないでしょう。星ガリスのアトリアちょっと可愛くて。まあペパーの SR と、鉄の輪立ちのスペシャルアートレア。まあサポの SR とスペシャルアトリア引けたんでよしとしましょう。はい。あ、でもなんか光り方すごい綺麗ですね。スペシャルアトリア集めるのかな、どうしような。じゃあ、剣盾シリーズで一回、なんか収集かやめようと思ってたんですけれど、ちょっと難しいとこですね。ちょっと考えます。はい。で、まあ、一旦、バイオレットかなの開封動画、2個ですね。まあまあ、めちゃくちゃいいってわけじゃないけど、悪くもないかな。はい。よろしくお願いします。